はい、ということでね、皆さん無事ですね、SSS となりましたということで、冒頭のね演出がね、友達の家にねちょっと行ってね、ちょっと部屋のねお片付けをねお手伝いしておりまして、で、ああスタミナちょっとやばいなと思って開いたらね、演出が来てたので急遽ねちょっと音はないんですけども、とりあえず録画だけしましたところでございまして、今日の動画はマスタープラス1551回放置し続けたら SSS になりましたということでございまして、 YouTuber っぽいタイトルをつけましたけれども、先月ですね、残りの先月の終わりの1週間半ぐらいかなで、マスタープラスのサマカニをですね、約まあ1551回ではないんですけど1400回ぐらいかな、多分100回ぐらいだともともとやったんで、まあまあ1400回、まあ、1500回近くをひたすら放置し続けたんですよ。で、プロデューサーレベルがね、290から300までね、最後の1週間半で無事持っていくことができまして、でね、放置なんで、途中までマスプラ1回で3000かな、ファン数が。で、途中で、シンデレラチャームをゲストにしたら3500に増えることが気づいて、で、途中の、多分900ぐらいから、なんだシンデレラチャームでね、おゲストに入れて3500で入っていた結果、何位だったんでしょうかね、トン。トン。ってことで、888。いいね。キリが良かった。888ってことでね。そうです。無事ね、888。ファン数がですね、854万2180半数獲得いたしまして、無事ね今期 SSS2 回目かなぶっちゃけ2回目なんですよ。その前が去年の4月とかなんで、3月とかな、なのでめちゃくちゃ久々に、SSS を取ることができましたと。いや本当にね、このね、この周りの人たちの多分ファン数の入れ方と僕のファン数は多分2倍3倍もね違うんです。他の方の3倍ぐらい楽曲叩いてるんで、叩いてたから無駄に放置し続けたんでね。まあでも無事ね、300いったんで良かったんですけども、まあ今回はね、無事それもキリの良い888位ってことで。いやー、頑張りました。無事ね、888位でいったということで、多分、報酬にもあると思う。ほい、SSS。アイドルマスターランキング報酬って、この報酬とトロフィーですね、をゲットできましたということで、称号もですね、多分これでどこなのこれって、こっか、ほら、前回は第19位で今回第33期アイドルマスターということでございまして、はい、無事ねアイドルマスターになれました。いやー、もともとね3月にね、今年の3月に SSS 持っていこうかなというふうにね、考えていたんですけどもね、まあ、こんな感じでこんな感じで SSS300 ということでございまして。まあまあ結構大きめの目標は達成できたのかな。とりあえず300に持っていくということ。そしてまあ SSS にもう一回持っていくということができたので。まああとはね、届き愛理のね、イベントが来た時に、まあ、2桁順位かな。2桁順位ぐらいを目指してね、頑張りたいなと思っておりますので、まあそれの予行練習も兼ねて、この1週間半をね、ひたすら放置し続けたんですよ。約毎日10時間から12時間ぐらいは多分ね、ひたすら放置し続けたんですよね。だから1日多分300近くぐらいやったんで、もう後半ね、毎日ランク100ずつぐらい上がったので、ランク100、ランク1ずつ上がったんで、約だから300曲ぐらい。だって、100曲で経験値7000なんで、300曲で2万1000かな。で、まあ、経験値テーブルがだいたい1万7000ちょっとなんで、まあ約3、250、60曲ぐらいかな。を毎日やってたので、いやー、まあまあ、なんとかね。まあまあ、まあ、ボーダーは多分そんなに、確かね、そこまでだったと思うので、735万か。なので、約
まあ、120万ぐらいかな、まあ、開いていたので、まあまあ結構余裕にできたので、まあ、よかったのかなと思っておりますっていう感じで、今期のアイドルマスターになることができました。次はアイリーのイベント、ぜひぜひ頑張りたいと思っておりますっていう感じでね、以上、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それでは皆さん、放置をし続けても SSS にはなれる、これを今日の覚えてほしいポイントです。それではバイバイ。